あ、ブライトンは三マがカットして、メルベック斜めに走る。三トラインカドリブルでブーナー乗って、とパス交換。おお、エルベック振りになってきたおおホーデンのプレースバック。めちゃくちゃチャンスだったね。さあ、三マ2対1の状況。三マ裏取ったけど、ちょっと出てこなかったから、もう一回走る。さあ、三笘対、マフレーズ。マフレズ、かわしいの次、ギュンダーのところはアウトサイドで。あのパス、うまいな。 三笘対ウォーカー。今日はあんま思ったほどは見れてないよね。僕があれしたのはあれですよあの。あの、ウォーカーの戻りのところから、三笘がスピード落とした瞬間に距離詰めて、側体になったところにグッて寄せたところあれ、あれウォーカーだって、あれマクレスじゃないよね。あれ,あれマクレスだった、あれ。多分ウォーカーだったと思いますけどね。うん、さすがにあの体の太さ間違わないでしょ。 その後の三笘が1対1のところで対応したのはマフレズだけど、そう、正対させてらウォーカーが合ってるよね。うん、そうなんかそこを勘違いされてそうだったか今説明しました。そう、一人でね、ディレイしてる間にもう一人来るけど、でもウォーカーの場合は、ディレイしてもいいようなところを、こう、あの、追いつくでしょ。で、三笘がスピードを落としてる間に、あの、ちょっと並走する感じで寄せていったから、あれ、寄せていってる時に逆つけたらまたあれだったんだけど、寄せがスッっていうなんかこう、 タイミングいいから、タイミングいいっていうか、なんかこう、ちょうど足離れた瞬間だったのかなしっかりもう一回見直すともうちょっとロジカルに説明できるそれによってね、なんかこう、距離詰められ、もう距離詰め、詰めてくるときには抜かせるんだけど、詰められきっちゃうともう反復横跳び対決みたいになって、ボール持ってる側が不利になるから、うん、それを作り出したんだよね、ウォーカー。いやー。お、三友かなんか突破してる。あー、いなかった。 あそこね、あの引っかかり方するとカウンター食らうからやめてほしいんだよね。でも三笘ぐらい活躍して抜いてる選手にそんなことは言えない。三笘いい突破したけど、突破というか、三笘にはダブルチームだね、みんなね。